高級ブドウと梨の大量盗難が相次ぐ群馬県の高崎市において高級ブドウのシャインマスカットや梨が大量に盗まれ続けていることが明らかになりました現在警察が捜査を行っておりますが産経新聞の取材に対して JA ハグ組はぐみは8月30日にシャインマスカットがおよそ100房盗まれたと 31日には梨が100キ以上盗まれ、本日朝も梨が盗まれたとされており、担当者は過去にこれだけの大きな被害はなかった。売却目的の可能性もある。農家が苦労して育ったものが盗まれるのは残念だと説明しておられますが、まあ、このシャインマスカット、一房数千円以上になりますので、百歩さんも盗まれてしまいますと、 大きな被害になってしまっております。まあ、こういった果物などを育って,ている農園は、店舗などと比べて、防犯対策がまあほとんど行われていない場合が多く、まあ、そもそも電気が引かれていない場合も多いため、防犯設備を設置するのも難しいというですね、問題がございますが、 現在は、暗視機能がついた電池機のセンサーカメラなども市販されておりますので、まずは農家の皆様、こういったカメラを設置していただき、万が一、大切な果物や野菜が盗まれた場合に、犯人をですね、逮捕できる環境を整えていただくように、お願いいたします。 また、JA には、農協には、こういった犯罪が、残念ながら今後も続くものと思われますので、警察だけではなく、民間の警備会社にも依頼して、こういった農園について、可能な限りの防犯対策を実施していただき、これ以上、このような犯罪行為が続かないように、 可能な限りの対策を講じていただくよう。お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。